はい、山寺です、またですね、久々に俺の出番さんに来ました、再訪問ですわね、前回はマグロのすき身ね、美味しいの食べたんですけど、今日はまたどんな美味しいものが食べれるか楽しみです。では行ってきます。はい、西成屋台飲みどころ俺の出番さんです、今からですね入っていきたいと思います。俺の出番さんです。あの営業時間って何時からオープンなんですか？ちょっと一応ね、はい、頑張って朝10時に、はい、開けるようにします。あ、10時から何時までですか？無制限。わかりました。ほんでお休みは？休み今のとこ考えてない。今のとこない。無休でいいんですか？とりあえずは不定休。はいはい、じゃあまあ不定休かな、ね、まあ土日は絶対空いてるみたいな感じで。あ、わかりました。そういうことは、まあ10時ぐらいに来たらこのお店は空いてるということですね。よくちょっと聞かれるんですよ、時間何時から営業してるんですかとか言って、はい、で僕ちょっと食べログには多分時間載せてないと思うんで、またちょっと訂正して載せときますわ。10時ぐらい、和歌山のあのしらすの釜揚げねの方選びました。これね絶対美味しいやつでは、見るからになんか大きいです。いただきます。あ、うまっ、うまい、うん、うまっ。またこのチューハイのレモンが合いますわ。さっぱりとして、うん、カツオのたたきですね、380円。今がね旬のカツオのたたき、これはなんかかかってるのかな、多分かかってると思うけどね、ちょっととりあえず、食べてみたいと思います。なんかあ、かかってますね。すごい厚切りなんですよ、かなり。いただきますよ。あ、うん、うまっ、うん、あ、なんかね身がしっかりしたカツのたたきですわ。うまい。やっぱり今が旬だからかな、なんか厚切りなのかね、なんか身がしっかりしてるわ。これなんか身がしっかりしたカツのたたきですね。すげえの。なんでこれ美味しいわ。美味しいわな。普通なんかカツのたたきでちょっとなんか柔らかいやん、うん、これなんでこんな身がしっかりしてるんですか？今の旬。はい、すみません大将に聞けということですわ美味しいの違いないですか？美味しいです、うん。2杯目です、チューハイですね、レモンチューハイ400円ね、2杯目。美味しい、これさっぱり系のね、あのチューハイですわ。でこのカツオね、たたき、これもうほんまに美味しいわ。もうあ、ほんまにね、これ厚切りなんで、めっちゃ厚切りやん。これどんな厚切りって、ほんまに食べ応えって嬉しいけどね、こういうの。まあカツオが逃げていきましたわ。うん、うまっ。あ、めっちゃうまいわ。うん、うん、最高やな。うん、うん、次ですね、手長だこの煮付けですね、これ食べますわ。これ柔らかいと思うよ、手長だこやからね。ほら手が長い。いただきますよ。あ、うん、甘辛い味付けでね、うまいわ。うん、うまっ。うん、最高やわ。こちらですね、若鶏のネギバンバン、ネギバンバン乗ってますよね。若鶏380円、いただきますよ。
うん、うまいわ、うん、塩加減もちょうどいい、うん、進むわこんな、うん、酒がもうね進みまくりますわ。これはこれも久々にこれビーンです。山寺ビーン、山寺ビーンって、これ、ね、キーンキーンって鳴らすタイミングがね難しいんですよね。やるのはいいけどね、まあそれは冗談なんですけども、とりあえず美味しいです。ここは俺の出番さんね、最高ですわ。もうここはね和歌山のご出身の、和歌山ご出身のご夫婦がやってるんでね、和歌山の、まあ、魚ね、魚魚介類が、豊富に食べれます。もうね和歌山の日本酒飲みたかったらここに来てください。和歌山の地酒がねもう揃ってますわ、ほんまに最高ですよ。もう和歌山のねもう超おすすめは黒牛、多分黒牛やな、黒牛が一番おすすめらしいです。こちらですね、本マグロのすき身308円、安いな、安い。和歌山の勝浦漁港よりということ書いてますんでね、勝浦漁港から来た、すき身、これはもう絶対間違いないやんな。今日何ボール食べてもらえな、お前さ和歌山で見せてるけど、うん、まあ、あの子山田さんよう見てるったね。ほんまですか、ありがとうございます。もう、いやもう嬉しいです、そういうのあのおっしゃっていただいて、まあ、嬉しいけど、その前にこの本マグロのすき身めっちゃ美味しいですね。やっぱり全然違うわ、これはほんまにうまいわ。これ本マグロやもんだって、うん、うまいよ。こんなん380円で食べるって、すき身にしても380円ってなかなか値打ちありますって皆さん、うん、もう皆さん食べてみてください。ほんまにね、ここ来たらマグロのね、本マグロのすき身ぜひぜひ。次ですね、こちらの、マルシンハンバーグいただきます。久しぶりよマルシンハンバーグね、自分で焼いたことあるけどね、こう人に焼いてもらうねマルシンハンバーグ最高よ、食べますよもう、うん、これね卵目玉焼きついて320円、いただきます。海中だこれも、ここら辺はそんなに刈らない、黒牛ここら辺刈らない、こっちがこっちしか刈らない、めっちゃうまい、これら刈らない、どっちの最高やわ。いやー、うん、私的どっちもつきがない、あーどっちこっちない、どっちこっちない。自分で作るよりマルシンハンバーグよりか、やっぱりねお店で食べる方が美味しいわ。これなんでやろ、同じもんやけどな、うん、最高や。このね黒牛の、黒牛で作った梅酒ですわ、梅酒、日本酒ベースですね、日本酒ベースの梅酒ですわ、美味しいと思います、ロックでもちろん。あ、これめっちゃすっきりしてるな、これめっちゃ美味しいやん、何これ、うん、飲み口がね爽やかな梅酒で、なんかね梅酒をロックで飲むと絶対絶対甘いんですよ、めっちゃ甘いと思うんやけど、そんなに甘、もちろん甘いんやけども、そうなんか嫌な甘さじゃないんですよ、なんか自然なナチュラルな甘さで、これおすすめですわ、これはいいですわ、めっちゃ美味しい、ほんまに皆さんもしよかったらね飲んでみてください一遍ね、うん、だってこの黒牛自体がなかなかね、あのいい日本酒です、それで作った梅酒やからもう美味しいの分かりますやん、こんなん、うん、はあ、飲み口がねさっぱりで、これほんまにいいわ、やばい、うん。ですね、俺の出番さんで食べ飲みしてきましたけどね、やっぱここは美味しいわ、ほんまに。もういろんなねあの魚介類とかね食べたけども、あの手長だこの煮付けなんか絶品でしたね。あとあの和歌山のケンケンガツオのたたき、うまい、いやほんまに、ね、間違いないです。もしよろしければほんまね、俺の出番さん行ってみてくださいということです。いつもね山寺の YouTube 見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。